何者だ。知っているはずだ、俺の目的もな。ああ、だが無駄足だ。俺はもはや死を待つのみ。沼が汚染され餌にありつけん。人間を狩る力も残ってない。妖婆に呼ばれたのか。夢の中でな。かつては狼の夢を見た。今は苦痛の夢しか見ない。妖婆はどこだ。沼地のどこかにいるだろう。他に方法はないのか。一つある。妖婆を見つけ沼を通ってそこまで案内するんだ。それから。その時にわかる。妖婆に何をされたんだ。娘のメダルを盗まれた。なぜ危険を冒す。妖婆は反撃する。追い詰められたイタチのようにな。貴様は殺されかねん。娘には新しいペンダントをやれ。すぐに忘れるさ。いや、忘れない。娘は死んだ。行け。人狼よ、名前を教えろ。ベレムだ。妖婆へ案内しろ、ベレム。近くにある狼の住みかに幼い狼がいる。沼地から連れ出してくれ。この地では生きていけぬ。もし狼と人間を感じる。何人だ。10人ほどだ。離れていろ。ここで何をしている。ここ何日かメス狼が狩りに出てきてた。牛を殺し人間を襲った。だから罠を仕掛けたんだ。あのバカ狼、その一つにまっすぐ歩いてきた。あいつが疲れたら猟犬の訓練にでも使うさ。耳はどうしたんだ。それが何だ。お前には関係ないだろ。妖婆はどこだ。失せろ。ウィッチャーはお断りだ。この地から出ていけ。ああ、すぐ出ていく。妖婆を片付けたらな。そっちは一人、こっちは10人に猟犬だ。メス狼のようになりたいか。貴様も皮を剥いでやる。クソ野郎が一本食らわせてやれ。得意化け物め。おやすみ。幼い狼がいる。そんな暇はない。自力では生きられん。妖婆のもとへ案内しろ。
の辺りだ。狼の夢に戻れ、ベレム。仲間を助けてできるだけ遠くへ逃げるんだ。家族を築き、生き続けろ。手伝いたい。ダメだ。忘れるな、ヨーバは追い詰められたイタチのように戦う。殺されるぞ。分かった、もう行け。待って、みんな、感じる、彼が近づいている。あの魂を手に入れるわ。彼の痛み、冷酷な苦痛も手に入る。存分に味わえるのよ。もうすぐよ、みんな、もうすぐ。出てこい。苦痛が伝わる、恐れが見える。周りを見てごらん、憎しみが感じ取れる。彼らはわずかな小銭のために仲間を殺された。爪を失い苦しむ白狼を見たくてたまらないだろう。予言は覆らない。お前は生きてここを出られない。ジルエアエルは死んだ。荒野に横たわる冷たき肉塊に過ぎないのさ。怖いので、恐れを感じている。嘘だな、俺は何も感じない。お前は変わったな。お前は死を求めている、死にたがっている。予言は覆らない。あの小娘、あの呪われた血が私の姉妹を殺した。お前のせいで私は一人だ。死にたいのだろ、ウィッチャー。苦しみを終わらせたいのだろ。
ラドビッドは残酷で性急で異常なまでに野心的な男だった。しかし彼は間違いなく戦争の天才だった。敵を大幅に下回る兵力を持って南部からの侵略者をたやすく打ち負かしたのだ。レダニアのわしは北方全土にその羽を伸ばした。その中にはノビグラドも含まれた。ニルフガードに勝利したラドビッドは今こそ魔女狩りを完遂すべき時だと考えた。ノビグラドで行われたようにレダニアに新たに解放された国テメリアやエイダーンでも家計が始まった。風紀を改めるためと称して数知れぬ薬草医、祈祷師、癒して非人間族が異教徒とみなされて殺された。ラドビッド王の下では多くの者が奴隷以上にその自由を制限された。少なくとも軍が勝利を続けている限りエムヒルの進化はおとなしく皇帝に従っていた。しかし度重なる敗北により皇帝への信頼が揺らいだ時、息を潜めていた反対派が牙を剥くことになった。舞い踊る白煙の火種は内乱というより大きな炎に飲み込まれ燃え尽きることとなった。大陸が戦火に包まれる中、セリスの聡明な統治によりスケリッジは繁栄を極めた。前任者とは違い若き女王は他国の沿岸を略奪しなかった。彼女は民に目を向け内政に力を注いだ。それによりスケリッジは栄えたが、その牙はかつてないほどにまで鈍くなってしまった。シリについては語るのがつらい。アンドビクでの一件以来彼女は行方不明だ。